皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。今日はねちょっと落ちちゃってます。今日はすごい落ちてるわけではないけど、散歩も行けてないし、涙が止まらないです。そこまで落ちてるわけじゃないけど、でも今日はサムネも作れないし、 BGM も入れられないし、ちょっと辛いです。すごい心がざわざわしてて、なんて言っていいか表せないぐらいちょっと落ちてて不安で、で外に出たくない、散歩にも行けない。そんな体調になってしまいました。辛い。昨日ね元気だっただけにちょっと辛いんですけど、なんだろう、疲れちゃったかな。昨日もツイキャスやって一人高尾さんっていう方が一番初めにツイキャスやった時に来てくれた方がまた来てくれてお話ししてたんですけど、やっぱりちょっと遅くまで喋っちゃって寝るのが遅くなっちゃったっていうのもあるし、
なんかすごい疲れちゃってます。なんか心も体も今疲れちゃってるっていう感じで。ずっとね、いるね、猫がね。それはかわいい。動物には本当に癒されてます。癒されてるけど、犬に関しては散歩連れてかなきゃなとか、なんかそういう、しなきゃな。猫ってほっといても大丈夫なんだけど、犬はやっぱりお散歩とかあるし、ちょっとやっぱり、お金もかかるし、でもその分かわいいはかわいいんだけれども、でもうちに来たことで幸せなのかなとか、散歩も毎日行かせてあげられてないし、犬は自分で家の中を駆けずり回ることができないから、リビングしか入れないし、でもリビングそんなに広いわけじゃないから、つらい。今日ちょっとつらい。でもここまで動画を見てくださりありがとうございました。く良くなりたい。次の動画を見てくれると嬉しいです。ありがとうございました。